はいどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。はじめましての方はどうも、はじめまして。そうじゃない方はもうはじめまして。はい、Rと申します。今回はもういつリクエストもらったかも覚えてないゲームです。 PS3 の中に入っていたアランドラっていうゲームですね。アクション RPG っぽいんですけれども、まあ、ちょっとオープニングムービーっていうのかな、見た感じゼルダ的な感じのものでしたね。ゼルダというかトゥームレイダーというか、なんかね、すげえ難しそうでした。よろしくお願いします。とにかく、お家にある、まあ、貯めている、ね、箱じゃないけどね、積んであるゲームを消化していきたいなと、新しいゲームとかね、買いたいゲームとかいろいろあるんですけれども、まあ、その前にね、あるゲームまずやろうっていう感じで、お金もないし、また何百円のお金がね、ないんで。オープニング見たけど、何の文字もストーリー性もなく、ただアクションしてるだけの感じだったんで、特に必要ないのかなと思ってます。なので主人公が何者かも、いきなり動けるのもなんだかよくわかんないですけれども、いきなりなぜか剣が触れるっていうのはわかんないですね。今回、アクション RPG らしいので、なんかいい、最初からできるんだ、いきなりできるんだね。四角で、攻撃、バツでジャンプ、三角でダッシュのコマンドで、丸はね、ブーって言われます。ハンディーソード、小ぶりの探検。なんかさ、俺、ニヒルじゃね。じゃあ行きますね。おい坊主、自分の部屋わかるな。わかりません。2つ並んでる選手の右側が坊主の部屋だ。あれほど教えだろう。すいません、話すぐ忘れるタイプの人間でして。早く都に着かないかしら。あなたもそう思うでしょ。僕は何者で何を目的としているのかも全くわからないんでね。僕は恋人のシンディに会いに行くんだよ。君は？え、夢に導かれてこの船に乗ることになったのかい？それもロマンチックだね。もう早速ね、わけのわかんない少年のね、ざれ言に付き合わされる。なんだ、船酔いか？男のくせにだらしねえな。今それ言うとね、ハラスメントになるんで気をつけた方がいいですよ。海はいいよな、坊主。人はいないし、静かだし。だけど、ブロッキングは許されないと思う。はい。お前もトレアの都へ行くつもりなのかい？イノアの村へ行きたいって？行きたいだってね。それじゃあ港に着いてからも旅を続けなくちゃならないな。あんな偏僻な場所に行くなんて珍しいやつだな、お前。1997年のソニーコンピューターエンターテインメントは行くを行くっていう表現していたんですかね。右側が俺の部屋ですよね。完全に今左の部屋に入っちゃいました。すいません。机越しには喋れません。お前昨日の晩もうなされてたぜ。なんか嫌なことでもあったのか。毎日嫌なことだらけだよ。右の壁にひびが入っているって？そうか。まあ、そのうち直しておくから気にすんだ。右の壁。おお、はい、ゼルダ要素来ました。ジャンプはできる。走ることはできない。おお、ちょ、壊しちゃってんだけど、これ。大丈夫か？はい。何なんですかね、これ。お金かな？おお、持てる。え、2段詰めになってるやつも、これ下から持ってるのかな。すげえな。開幕やすげえことやってんだな、この少年。名前は何て言うんだろう。名前出てないよね。あれっていうか、俺何も、なんか何か得てるはずなのに、何も得てないことになってないけど。マジか。この RPG、アクション RPG で、この RPG 感覚の、こう、上からね、俯瞰した形でやってますけれども、なんだろうな、天地創造とかに近いのかもしれないですね、感じとして。どうした坊主、あんまり顔色が良くねえな。ここのところ毎日同じ夢を見ている。まあ船に乗り慣れてないとそういうこともあるだろうさ。本当かな。なんで上行っちゃうの。話聞いた方がいいのかな。
地図。なんだか嫌な予感がするぜ、坊主。今日も寝ろ。はーい。まあ、ここで一通りの操作は覚えられましたね。あ、基本的にダッシュはまっすぐしかいけないです。方向転換はできない。完全にこれはゼルダの伝説ですね。客室アランドラ様。あ、俺アランドラって言うんだ。やべえ、夢の導入がかなりこうサイバーですね。ん？ラー、聞こえか。聞こえるか。R はね、夢見ないんで、ほとんど。我が名はラー。生を思いながら、ああ、やばい。文字送りが自動です。セレクトボタンとかないんですかね。ああ、ニワトリがいる。攻撃するとね、襲いかかってきそうですね。やっぱそのソニーコンピューターエンターテインメントだからかもしれないですけれども、ちょっとアークザラットっぽいドットの感じですよね。家とかさ、この右のさ おじさんとかアークザラットっぽいですね。左のおじさんの立ち絵とかね、あの右のね上の人の白いおじさんとか。あの目の影のところとかね。聞こえるか解放者、いるのはあの村の北側、泉の深き眠る悪魔が今目覚めようとしている。聞いておるか解放者、滅びようとしている世界を救えるのはそなただけだ。探検しか持ってないのにさ、救えるわけねえだろ、どう考えたって。ミルザス少し愚かな人間どもに一体何ができるというのだ。ミルザス様の方がかっこいいぞ。ぬ、ミルザスか、ならば聞く。お主の映画はその愚かな人間に与えられたものではなかったのか。わからぬか、人間の役目は終わったのだ。貴様らは我が我がためにふさわしくない、そういうことだ。む、ライオン、何がおかしい。文字送り早すぎね。お主恐れておるな。人の世は終わったと抜かしながらも人間を恐れているというわけか。だからこそ我が心の呼びに反応し邪魔な立てするのであろう。違うとは言わせぬぞみんな忙しいんですね。ならば好きにすればよい。追い先短いやつが、ね、最後の望みほども目指さ冷酷ではない。ところで解放者とはどこにいる、名は何という、どうした答えられぬか絶対始末しに行こうとしますね。俺みたいですね、この早口ペラ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 。我が魂を聞く者よ、大いなる力を持つ者にしかこの先は届かないはずだ。聞こえるか聞いていいか。よいか、そなたこそが解放者だ。このラを信じるのだ。さあ解放者よ、今の前待つ、待ち続ける。いつまでも死の集う闇の奥底で解放者よめっちゃ急いでるじゃん。あれかな、夢にアクセスする時間っていうのはあんまりない。クククク、滅びはもはや避けられぬ。じきに人間の歴史は終わる。未来はすでに決まっているのだ。夢にアクセスできる時間っていうのは限られてるから、あの早口で言葉を言わないといけないんですかね。なんだ、壁が崩れてるじゃねえか。動くことはできない。あ、すごい、ぐるぐらしてる。あ、俺扉がきちんと開かない。あ、これもしかしてあれかい。もう分かった分かった、連打してないから。これゼルダだとしたら、このゲームがゼルダだとしたら、あ、開かない、死んだんじゃない。なんかないのか、死んで動かない。あ、自ら壊せって言うか。よし、行くぞ。むずっ、まっすぐ行けないの。ここか、開いた。あ、死んでいて開かない。剣で切るか。お、行かない。なんだ、他に何かある。なんかさ、今さタックルしたこの子。あ、あれ、あ、なんかここ通れんじゃん。よし、あ、またお金。
何のお金なんですかね。ああもうすごい、これ画面酔いする、画面酔いするし、おい飛べ、ジャンプの方が早いな。このゲームは、ジャンプ移動の方が早そうですね。階段登る時とかも結構気にせずに通れました。いいか、色でも無意識の嵐で慌てるなよ。分かってますよ船長、この程度の嵐じゃクラーク号はビクともしませんって。船長、島だ、ぶつかる。あ、落ちた。俺いなかったね。どうしようかな。主人公を俺にする、それとも、まあ、彼はアランドラだから、まあ、アランドラっていうことにしとこうか。なんか俺にすると大変そうだから任せよう。アランドラの人生はアランドラに任せよう。アランドラってさ、あだ名というか相性で言うときはどうなんですか。アランになるのかな、ドーラになるのかな。結構海外のね、呼び名相性の付け方って独特ですよ。もう気づいたようだね。よかった。あ、ここはちゃんと文字送りゆっくりできるんだ。やっぱ夢の中はね、時間決まってるんですね。ショートメッセージサービス的な感じなんだよね。このまま眠り続けていたらどうしようかと思っていたんだ。本当によかった。アランドラさ、なんか顎じゃね？寝る時のドットが難しいんだろうな。わしアンゼス、このイノアの村で武器を作ったり売ったりしながら暮らしている。お、もう村着いたんじゃん、やっと。君は、そうか、アランドラか。ひょっとして君は嵐で沈んだクラーク号に乗ってたのかい。そうか、よく助かったもんだね。めっちゃ親切じゃねえアンゼス。でもあんなことの後だから決して無理してはいけないよ。まずは体調を整えること、そこから始めなくてはね。分かったか。旅立つまでよし、よかったらわ、この部屋を使うといいよ。なに、わしは一人暮らしのみさ、気を使うことなどないよ。ああ、忘れるとこだった。ベッドの横の青い日記を君にあげよう。村での生活を書き留めておくのにとても役に立つと思うよ。え、めっちゃ親切じゃねこのゲーム。近年まれに見る親切者。1997年、日記をつけますか。はーい。あ、これ大丈夫かな。メモリーカードパンパカパンだったら、行ったのか。あ始まったよ、空ブロック足りないっす。空ブロックが足りないでごわす。え、あ上から消してるんですね。 UFO スペースグリフォン、あれなんだ。あ、パラサイトイブか。パラサイトイブ、パラサイトイブ、カゲロウ、カゲロウ。なるほど、じゃあパラサイトイブの一番古いやつを消せばいいのくね。どれだこれ。 AY これ10時39分なのか、10時間39分なのか なんかこれが一番古いから、これなんでここ11時間なんだろう、なんかよくわかんない。じゃあこれでいいや、よろしいです。いや、上から消せるタイプのあのゲームでよかった。ありがとうアランドラ、君は優秀なゲームで、さすがソニーコンピューターエンターテイメント。え、どこにセーブしますか。なんかいっぱいあるんですけど、1ブロックで 1,2,3,4 つセーブできるの。え、すげえなこのゲーム。さすがソニーコンピューターエンターテインメント、プレイステーション作った会社ですね。お、なんかいろいろ、なんだあのダイヤモンドは10個、何のパワーなんだろう。あのね、早速なんですけど、もうダッシュのこのブレーキ、これブレーキのモーション超かっこよくないですか。あ、走りながら丸ボタンを押すとタックルしてますこの子。あー、なんか 何に使うんだろうこれ。あ、別に丸じゃなくてもボタンを押せば、走ってどっちにボタンを押すとタックル、悪質タックルができるます、できるます。なんだろうね、剣があるのになんでタックルする必要があるんですか。そう、このゲームね、あのね、なんかね、割と何でもできるみたいなんですよ。何でもできるんで、何でも、上に乗れる
つまりなアクション要素が結構あるみたいなんですよね。ゼルダの伝説神々のトライフォースではなかった要素なんで、これはかなりね厳しい。やっぱ天地創造ですね。 R はやったことはないんですけど見たことはあるんで、拠点が鍛冶屋ってまたいいですね。これ出口じゃなかったんだ。机の上からは話しかけられない。鍵がかかっている。変わった形の鍵穴だ。このまま眠り続けていたらどうしようかと思ったんだ。本当によかった。じゃあ外出てみますか。あ、2階は自分の部屋のように使ってもらって構わないよ。ありがとう。え、めっちゃ優しくない？鍛冶屋、鍛冶屋なんてスーパー頑固親父しかさイメージないけど、ここの鍛冶屋は超優しい。ん？外に出るのかい？それもいいね。ここはとても小さな村だけど、いろんな人がいるんだ。彼らと話すことはいい気分転換になるだろうね。でも本当に体は大丈夫なのかい？あまり無理をしてはいけないよ。選択肢特にないですけど、いいんですかね。まあ気にせずいきましょう。夢に導かれし者、アランドラ、あなたを待ち続けていたわ。唐突に唐突に来たね。ああ、私の夢の通りなら村は救われるでしょう。ちょっとしびれちゃう。お目目がいっちゃってないですか。私は毎日のようにあなたの夢を見ていたのよ。怖えよ。いや赤目赤目怖くね。やっぱ青目だな。なんだ犬、おしゃべりできないのか犬。お、草刈りできる。あー、おーすごいね。あ、カラスも鳴いてる。うわー、草刈りができる。懐かしい。神々のトライフォース以来ですね、こんな真面目に草刈りしたのは。嘘ですね。真面目に草刈りやったのは時のオカリナですかね。うわー、草刈りできる。うわ、金金と謎の、あ、謎のダイヤは10個までしか集められない。何の10個なんだろう。俺のせいだっていうのか。エリンがおかしくなったのは誰だよ。エリンって人ん、やっぱ人ん家、やっぱさ、年、あの子供の頃は何とも思わなかったけど、年取るとさ、人ん家入ってさ、人ん家の水がめ割るとかさ、木箱を壊すってさ、だいぶ狂ってますよねこれやっぱゲームを作ってる人ってさ、頭おかしかったんですかね。これをなんかやってさ、何とも思わないですかね。私の後ろへようこそ。誰に断って入ってきたの？おかしいわ。笑ってもいいのよ。出ていけって言ってるだろう。あー、おかしくなってる。おかしいですね。だいぶおかしいですね。まあいいや。これ走る、あー、走る方が速いのかな。上手くなると速いのかもしれないですね。で、なんで、お酒飲んだくれは、なんで飲んだくれてるんですかね。飲んだくれてるから頭おかしくなっちゃったっていう可能性は全然ありますよね。鍵が変わっている。変わった形状の穴だという。草刈りはした方がいいのかな。なしよ。あなたが浜に流れ着いた人？あ、そう。でも私には全く関係のないことね。興味ないね。このなんだろうね、ちょっと古臭いドットの感じがね、すごいいいですよね。うん、やっぱドットだな。ナーシアはな、もう3日も寝てないのだよ。え、どうしてかって？あの子には眠ると物を壊してしまうという奇妙な力があるんじゃ。どうしてこんなことになってしまったんじゃろう。寝ると物を壊すって言うんだよ。無遊病的な感じなのかな。寝ると凶暴かスティーブになるってこと？ね、こっちには寝なくてもさ、寝ても覚めても物を、ね、人んちの物を壊すっていう、ね、特殊な人間もいるんですけどね。なんかやっぱこう10個貯まるとフルパワーだっていう描写なんですかね。で、誰ですか。ナーシアが寝てないんですね。で、ナーシアはどこにいるんですか。文字メッセージは、ボタン押しっぱなしで高速で送れます。あ、ナーシア、この人
寝てない割には相当冷静ですよね。3日寝てないともうそろそろ頭おかしくなっていると思うんですけどね。体とかもね。お前が噂の少年か。ここは何でもないけどさ、それがまたいいんだぜ。まあそのうちわかるよ、この村の良さってものはさ。ぶっちゃけ電気とインターネットが通ってれば全然いいですけどね、他は何もなくて。外から来た者がいるそうじゃ。川が見てみたいものじゃんの。そっか、もう目が見えなくなっちゃってるから。それともうか、俺が勘違いしてるだけか。お、ニワトリ攻撃されたそうにこっちを見るんじゃねえ。攻撃したくなっちゃうだろ。なんだお前は。お、アンジェスが不安まで助けたっていう坊主か。何、村の外に出たい。悪いが後にしてくれ。門も修理してるんだからよ。修理するようなもんじゃねえだろ。てかもうねえじゃん。一から直してんのかな。ご苦労なこって。ただこの手のゲームね、ちゃんとフラグ立てないとイベントが進まないんで、ちょっと俺苦手なんですよね、そういうの。ワインズは大丈夫かな。元気になってくれるといいんだけど。ワインズって誰。アンジェスはあなたにとてもよくしてくれるでしょ。彼はね、奥さんと一緒に生まれたばかりの赤ちゃんまで亡くしてしまったの。おも、赤ちゃんが生きていればあなたぐらいになるかしら。そうか、だからか。やっぱなんか悲しいことがないとね、人って。悲しいことだか大きなことがないと。ね、変わるきっかけにはならないですよね。飽きませんね。悪質タックルすると、物に当たり判定がつかないですね。当たり判定がつかない。あ、ほら、こんな感じでこうぶつかり判定すらつかない。あー、これ物を押すとかっていうコマンドはないのか。 LR 系は一切使わないんですかね。まあ、PS ゲームのいいところですよね。単純操作で十分遊べる。あ、なんか怪しそうな家。魔法陣カーペット。アンデスに助けられた少年というのはそなたのことか。わしは譲ってる。この村で占い師をやっておる。占ってほしいならそこの数字を玉の前に立つがよい。お願いします。このババアに占ってほしいわけじゃな。はい、見えるぞ。そなたの進むべき道が水晶玉に示されておる。バーバー早くしてだ。そんだが成し遂げることはまず村の者と打ち解けることじゃな。ちょっと待って、もっと詳しい話は聞きたいというわけじゃな。しかしそれには金。目の前に広がる、眼前に広がる深き闇。しかし己の力を信じ恐れることなく進むがよい。お、うっそ。え、ババア金取る以外はめっちゃ親切じゃん。自分が今何をすべきかも教えてくれるし、体力回復もしてくれる。天才的だ。あなたは確かアンデスに助けられた。これじゃ村の人間と喋る感じかな。アランドラっていうの、よろしくね。ところでアランドラ、ここはどうやるの。何か欲しいものあるかしら。こんにちはアランドラ。ん、あ、こういう感じ。我が家に代々触る鎧なの。ごめんねアランドラ、売り物じゃないの。じゃあ置くな、ここに置く。お前もう投げるな、危ねえから。え、お、それは命の器。ちょっと高くて500ギルだね。そう、命の器ですか。じゃあこれはめんどくせえ。マジカルエキス。じゃあ魔法が使えるってことなのか。これは S ポーション。なんだ S ってなんだろう。上から落ちてくる。このノーランって方は薬草はね、なんとなくわかりますけどね。あ、もう鎧は持てなくなってる。なるほど。2階へ続く。何もないのか。壺からは謎のポーションというか、この絵でもさ、このゼルダ的に、まあこれが回復でしょ普通に。でこれがハートの器で、MP はどこに
特にないですね。魔法はどうやって使うんだろう。この銃、これはハートなんですかね、もしかして。俺はこれがねスキルポイント魔法かと思ったけど、お花も切れる。え、シビルになったのですか。そうですか、あなたにそんなことを。あの子は時々奇妙な夢を見て変なことを言い出します。でも本当は優しくてとてもいい子なんですよ。お願いですからあの子と仲良くしてやってください。別に変な夢を見るからって言って、別にその変な目で見たりしない。おお、すげえ、高いところからも余裕で降りることができる。なかなかアランドラすごいですね。私は毎日のようにあなたの夢を見ていたの。でもこの上の空の感じはちょっと怖いですね。そしてやべえのはどこの家に行ったか分かんなくなっていることですね。今かろうじてまだぐるぐる回れていますけど、金も取ったか16になってね。わしが村長のビーゼンだ。君のことは聞いている。くれぐれも問題は起こさんでくれ。村長的にはね、やっぱ厄介者って一応困りますからね。とても小さな村でしょ。そのためかよそから来た人になかなか心を開いてくれない者も中にはいるでしょうね。でも心配いらないわ、時が解決してくれるでしょうから。村長がこんな感じだとなかなかですよね。村長嫌われるんですかね。だってこの手のタイプの村長ってあんまり好かれないですよね。でも、村に問題をね起こしたくない、平和にね、自分もそうだし村の人も平和にね暮らすんだったら、こういう閉鎖的なタイプの人も一つの正解ではある、間違いじゃないと思いますけどね。これさ、窓なのか扉なのかの判断がちょっとつきづらいですね。なんだよ、文句あるのか。俺は村長の息子だぞ、気安く話しかけるなよ。何なんですか、何言ってんですかね。あ、これ実家か。どうだい、村にはいろんな人がいるだろう。ところで体の方は本当に大丈夫なのかい。無理をしてはいけないよ。はい、済みました。はい。困りましたね。だいぶ多分この辺りで30分くらいは経っていると思うので、一旦区切りながら始めていこうかなと思います。門は直ったかい。なんだお前は。まだ全ての人間とお話ができていないみたいですね。でこういうところで多分ワインズって何なんだっけ。ワインズっていうのがまだ見えてないのかな。これ名前がいっぱい出てくるんで、こう村人 A とか B とかじゃないんですね。そうなもので、お、知らない部屋だ。お父さん、じいちゃんの様子が。ワインズさんはじじいなのか。じいちゃん死んじゃやだよ。まだ腰が痛いな。おじいちゃんしっかりして。ああ、ハバンにもらった お守りは効かないのか。やっぱりセクタス兄ちゃんにいてもらわないとダメみたいだ。おじいちゃんが本当に夢のせいで苦しんでるんだったら、セクタス兄ちゃんがいないとダメだと思うんだ。セクタス兄ちゃん呼んできてよ。兄ちゃんの家はこの家の左にある、階段を上がったところだから。ねえお願い、ここを離れられないんだ。こう俺に言ってんの。ああ、ハバンにもらったお守りは効かないのか。あのさ、アランドラ君がさ一切喋らないんですけど、意思はないんですかね。ちょっとセーブしたいんで、今回はこれで区切りましょう。お話はね、お話自体はちゃんと進めそうなので、こんな感じのゲームです。雰囲気はとってもね、いいと思うので、あとはこれがどんだけのストーリー性、どんだけの、アクション性、難易度なのかは、これから分かることになるでしょう。よろしくお願いします。